はい、皆さんこんにちは。今回はこちらソニックというメーカーの、ピロテンションロッド輸入製品ですね。と、こちらオーストラリア製のキレカカップナックルになります。で、こちら、ナットと割りピンが付属してました。で、ピロテンションロットは、カラーと本体になります。で、現在の切れ角なんですが、切れ角アップスペーサーがついた状態で、現在これぐらい切れてます。で、こちら、ナックルとピロテンション入れて、どれぐらい切れるかやってみたいと思います。ただ、こちら、輸入製品で、セッティングの情報がほとんどないので、とりあえず純正のロアームに組んでいきたいと思います。それでは作業を進めていきたいと思います。とりあえずキャリッパー、ボルト1本外して、キャリッパーこのように車体に吊るしました。で、まずタイロットエンドのこちらですね、割りピンを抜いてボルトを外していきます。あと、ナックルの付け根の下ですね。こちらも同じように外していきます。と、テンションロッドの車体側がこちらですね。と、ロアアームが、こちら2箇所を外して付け替える形になります。ちょっと見えますか？タイロットエンドを、タイロットエンドプーラーで外します。はい、外れました。ロアーム側は、多分これ再使用してないと思うんで、叩いて抜きたいと思います。
純正の方をばらしたのでちょっと比べたいと思います。とナックルはここの分だいたい約1センチ短くなってるようです。あとこの角度が違います。ちょっと分かりにくいんですが、テンションロッドは、こんな感じです。で重ねた感じで、アルテッツァの純正と比べてこんな感じです。でこちらテンションロッド、購入したのはハイアングルタイプだったんですが、届いたのは通常タイプの若干逃げてるやつが届いて、ちょっと返品とかして取り替えてもらう暇もないですし、もう足回りこんな感じでバラしてしまったので、もしもこういう商品購入する場合は、届いた時に確認した方がいいと思います。今回はもうこのままつけちゃいます。はい、作業の方を、だいぶ飛ばしてしまったんですが、一応取り付け完了しました。で、切れ角はこんな感じですね。と、このラインが元々の切れてるラインで、切れ角アップナックルをつけて、ここまでですね、これぐらい切れるようになりました。タイロットのネジ山の差し込みなんですが、エンドの方に約1.5ぐらいしか刺さってないので、純正でも約2センチ伸ばす方向で、タイロットエンドの方で伸ばすか、タイロットの方がだいたい2センチ近く長いものを使う必要があると思います。で、今のところジャッキで上げた状態ではブレーキが車高調に当たってたんですが、一時状態ではとりあえず、ブレーキは当たってないんですが、タイロットエンドのこの下のところにブーツがついてるんですが、そこが、干渉してるかしてないか結構ギリギリな状態ですね。まあ、とりあえずこれで様子を見てみたいと思います。一応サイドスリップの方も、頭調整ですね、頭調整の方も、約、まあ、頭印に3ミリぐらいになってるんで、ちょっとセンターがずれてるかどうかはまだわからないんで、走って細かく調整してから、当たってる部分を細かく確認していきたいと思います。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございます。